愛媛オレンジバイキングスは、愛媛県松山市をホームタウンとして、B リーグに所属しているプロバスケットボールチームである。BJ リーグ初年度の2005から06シーズンに、大分県をホームタウンとする、大分ヒートデビルズとして誕生。2015から16シーズンのみ、大分県と愛媛県のダブルフランチャイズ制となり、大分、愛媛ヒートデビルズに変更した。 2016から17シーズンによりホームタウンは愛媛県のみとなり、現クラブ名に変更した。チーム名のオレンジバイキングスは愛媛県の代表的な農産物であるみかんと瀬戸内海の水軍に由来する。燃えるような情熱と瀬戸内の水軍のような荒々しさを持って戦い抜いていくという思いを込めている。チームカラーもオレンジ。運営母体は 松山市の愛媛スポーツエンターテインメント2015から16シーズンまでのヒートデビルズは別府市の別府温泉の熱とファンの熱気、有名な観光スポット別府地獄巡りの地獄の番人エンマ様ならぬ鬼イコールデビルをイメージした造語。チームカラーは大分県の県庁目白や特産品のカボスをイメージしたグリーン。 大分と愛媛のダブルフランチャイズとなった2015から16シーズンはグリーンに加えてオレンジも使用しており大分県内のホームゲームではグリーン愛媛県内ではオレンジを基調としたユニフォームを着用していた過去のユニフォームスポンサーユニフォームサプライのヘンレキヒートデビルズ時代のホームアリーナはビリコンプラザ及びベップアリーナこのか大分県立総合体育館 佐伯市総合体育館、コンパルホール多目的ホール、カンポのゴウサ体育館、北市総合体育館、中津市総合体育館、大発九州アリーナ、大原総合体育館、ひつ市文化体育館でも主館試合を行っている。2015から16シーズンの愛媛開催は、伊予市しよ体育館、宇和島市総合体育館、 よみしま運動公園体育館などを使用したが、松山市での開催はなかった。オレンジバイキングス初年度のホームゲームは、松山市の松山市総合コミュニティセンター、愛媛県総合運動公園体育館を中心として、愛媛県内全域で開催された。2シーズン目は2017年10月に国民体育大会が行われる都合上、 県総合運動公園での試合がなくなり、松山市内での開催はコミュ線一箇所となった。以降のシーズンもコミュ線をメインに開催されている。B リーグ発足後の会場別試合数は次の通り。チームマスコットはミカンをメインとしたバイキングをモチーフとしたキャラクター、オリバーが2017年3月に登場し、同年10月にノーダ・タツノリがデザインしたバルトも登場した。 2020から21シーズンからバルトの着ぐるみが登場するようになった。ヒートデビルズ時代は赤鬼の姿をしたデイデイ君。デイデイ君の他に全身黒タイツに身を包んだ謎のキャラクター、ミスター・ディがいた。2018から19シーズンに結成したサイランズがホームゲームなどで活動している。2017から18シーズンまでの2シーズンはチアダンスチーム。 オレンジ・ヴィーナスが活動していた。ヒート・デビルズ時代は、チアダンスチーム、デビル・ガールズが活動していた。2004年11月24日、日本初のプロバスケットボールリーグ、BJ リーグの結成と概要が発表され、大分県を本拠とする新チーム、大分ヒート・デビルズの参戦も発表された。2005から06シーズン東京戦。 BJ リーグ発足初年度の2005から06シーズン、大糸の夫人はセンターのゲイブリエル・ヒューズやフォワードのジャック・ハートマンらが高さのあるフロントラインを構成していた。長距離シュートを得意とするレナード・ホープキンスもチームの得点面。フォワードのクリノは BJ リーグドラフト会議で全体1位指名を受けて入団した。ドラフトでは他に鈴木祐樹、佐藤宏則、 島袋治む、三友公平、水町良介を指名。2005年11月5日に BJ リーグが開幕。大分花見はヤドームで大阪と対戦し、100から95で初戦を勝利を飾った。翌週、別府市のビーコンプラザに仙台を迎え、初のホームゲームが開催された。しかし、シーズン前半は6連敗を記録するなど、チーム成績が低迷し、 ヘッドコーチのジョアン・オールド・ハムがシーズン途中で解雇された。代わってアシスタントコーチだったオケ谷代がヘッドコーチ代行に就任した。以降はチーム成績が上向いたものの最終的には15勝25敗と4位の仙台十9アーズと3ゲーム差がつき、プレーオフ出場を逃した。ガードの鈴木祐希はスリーポイントシュートの成功率でリーグ首位に立ち、 ベスト5に選ばれた。2006から07シーズン前、シーズン途中からヘッドコーチ代行を務めていたオケ谷が正式にヘッドコーチに就任した。アンディ・エリスやクリス・エアーといったビッグマンを揃えつつも、ボールを持ったら相手陣内に入って得点を狙う、走るバスケを展開している。ゲーム終盤に息切れし、相手に大量失点を許す試合が多かったが、 22勝18敗で、レギュラーシーズン4位となり、プレイオフ進出が決定した。プレイオフファーストラウンドでは、大阪に敗れるも63から69と、大健闘を見せ、3位決定戦で、新潟を下しシーズン3位となった。2007から08シーズンシーズンを前に、エクソンモービルの元会長、ローレンスロールの長男で、個人投資家である、ビンスロールが、資本参加。 増資した3048株のうち1700株を取得。発行済み株式における持ち株比率は43.4%となり1816株を所有する矢野博市社長に次ぐ大株主となる。外国資本による日本国内のプロスポーツチームへの直接出資は初めてとなる。東西に蓄積が導入され、大分は大阪、高松、 新規参入の琉球及び福岡と共にウエスタンカンファレンス所属となった。シーズンは琉球と福岡に初勝利を献上するなど苦戦を強いられる。大阪、高松が上位争いをしている間に福岡とのプレーオフワイルドカードを争いに巻き込まれる。大分は一時は大きく突き放すが終盤に失速。福岡と一勝差の西地区4位となり。 プレイオフワイルドカードゲーム進出を逃した。シーズン終了後、2007から08シーズン終了まで契約を結んでいたヘッドコーチのおけた二代が成績不振と本人の希望により解任が決定した。2008から09シーズンこのシーズンから国民体育大会の青年バスケットボール競技に BJ リーグチーム所属選手にも出場が認められることになり、 2008年の大分国体に、与那ミ翼、ツ君塚大輔、佐藤博則の3選手が BJ 選手として初めて出場した。結果は1回戦で福島県代表に敗れた。ヘッドコーチには、桶ケ谷に代わり前シーズンまでプレイングアシスタントコーチだった小川忠春が就任。フリーエージェントによる移籍で、新潟から佐藤君武を獲得した。しかし、 財政難から3年続けてドラフト指名を見送り練習生であったセネガル人選手も JBL2 のチームと契約した。また前年までプレーしていた水町、三遊、青木隼ら日本人選手は他の BJ リーグのチームや JBL のチームへ移籍、もしくは現役を引退した。外国人選手もクリスエアーや アンディ・エリスら前シーズンに在籍した外国人全員がチームを去り、代わりに福岡から移籍したジェフリー・プライスをはじめ2メートルを超える長身の選手を揃えた。ヨナミネ・ツバサを PG に据え10人という少数、せいでシーズン開幕を迎えたが、プレーオフに進出した2006から07シーズンの夫人と比べてかなり貧弱な顔ぶれとなってしまった。また、 シュート力の低い選手が多く、得点の上がらない一つの要因になった。前シーズンまでのチームとは一変し、スケールダウンした戦力の大分は、富山と新規参入の滋賀には勝ち越したものの、福岡に一勝した以外は全敗、特に12月以降は6連敗、9連敗、15連敗特戦を強いられた。得点力が上がらず、平均得点が2桁以上だったのは前室のプライスを含む、 外国人3人だけ平均得点でも埼玉や滋賀を2点以上下回った。結果は西地区再開で勝ち星も前シーズンの19勝から半分以下の8勝。その過半数の5勝は新規参入チームの滋賀から上げたものだった。2008から09シーズンは対戦相手よりも財政難、経営難という敵に苦しめられたシーズンであった。 2007から08シーズンまでの3年間で約2億円の赤字を計上しているとされ、さらに大口スポンサーのビンスロールからの出資も打ち切られていることも判明。チーム経営には予断を許さない状況となり、体育館での練習時間も削られ、遠征には安価な旅客船を使用している。対策として、レプリカジャージや当日自由席引き換え券6枚、 当日割引券3枚などが付いた360度ブースタープロジェクトとして、ブースタークラブ入場者3000人、平均観客動員数3000人を目標とした。シーズン中の2008年12月には、新運営会社の株式会社大分ヒートデビルズを設立し、旧運営会社の大分、バスケットボールコミュニケーションから、経営陣も刷新された上で事業が引き継がれた。 新会社に引き継いだ初年度の経営は約3500万円の赤字で経営改善は見られたが未だに経営は苦しい状態である2009から10シーズン慢性的な経営不振で2009から10シーズンのリーグ継続参加も危ぶまれたためリーグからシーズンチケット販売の差し止め等の措置が取られたが2009年6月11日に サイド新会社を設立して経営権を移すことを前提に継続参戦を認められた。8月に新たな運営会社として株式会社を置いたヒートに引き継がれ新体制のもと再出発を図る。ヘッドコーチには元 NBA プレイヤーで東芝でのプレイ経験もあるブライアンド・サムが就任。新規外国人選手のマイクベル、リッキー・ウッズ、レミントンちゃん、チャン ラシャード・シングルトンが加入し、インサイドでの豪快なダンクシュートで観客を魅了する、バスケスタイルに変貌した。シーズン途中には、元大阪のマットロティックも加入し、チーム力とアウトサイドの強化も進んだ。シーズン終盤まで、プレイオフ進出を滋賀と争い、結局プレイオフ進出はならなかったが、前シーズンの3倍以上となる25勝を挙げ、西地区7チーム中5位でシーズンを終えた。 2010から11シーズン新ヘッドコーチに LJ ヘップをアシスタントコーチにトニーハムソンを迎える。選手ではかつてダイブに在籍していた青木隼人と三友康平が復帰。外国人ではマット・ロティックの残留が早々に決定。他の外国人は入れ替えをしデミアン・ジョンソンらが加入。シーズン途中までプレーオフ圏内の位置を保っていたが3月に 東北地方太平洋沖地震が発生すると、ロティックとジョンソン以外の外国人選手とヘップ、HC がチームから離脱。残り試合は、ハンソン AC が指揮を取ったが、戦力の落ち込みが激しく、西地区級チーム中7位となり、プレーオフ進出を果たすことはできなかった。2011から12シーズンオフに、再び資金難で、シーズン参加が危ぶまれる事態となったため、 思い届けて、プロジェクトを展開し、ブースターの寄付を募った。そして、鈴木や小原ら選手も、資金集めに奔走した結果、2011から2012シーズンへの参戦が決定した。不在だったヘッドコーチには、鈴木勇気が現役を引退して就任した。タクシュナオトや、ウェンデル・ホワイトら有力選手を獲得したが、西地区旧チーム中7位となり、 プレーオフ進出はならず、2012から13シーズン、鈴木大成の2シーズン目、外国人選手を含め毎シーズンの主力選手の多くが残留したのに加え、FA 県の講師による遺跡で、清水太志志郎や畑野和也といった有力日本人選手が加入。アウェーでの開幕戦で、浜松戦に95の54で対勝すると3戦目から6連勝し、 スタートダッシュに成功したが、11月に入ると、財政難が表面化する。給与未払いなどの問題に伴って、外国人選手とタクシーがチームを、2月、12月1日、2日の琉球戦では、特例として、日本人、選手8人のみ、ベンチ入りして試合を行った。12月3日に運営会社、大分ヒートは BJ リーグ大会を申し入れ、リーグ側もこれを受理。 シーズン終了までのチーム運営についてはリーグが11月22日に設立した一般社団法人テンポラリーゲームオペレーションが引き継いだ。これによって大分は b j リーグの管理下に置かれる初のクラブとなった。主力選手が大量離脱したチームは13連敗を喫するなどプレーオフ進出圏外に順位を落としたがこの看護により ガードのバーデル・ジョーンズ・サンセリア・インサイドのアンドレ・コインブラ、トーマス・グラなど、P、J ・アラワーやら新たな外国人選手の補強が進められると、チームの連携が向上したリーグ戦終盤には、チーム対の7連勝を記録するなど盛り返して、西地区10チーム中8位でシーズンを終えた。二千十三から十四シーズン二千十三年五月一日、大分県バスケットボール協会の有志が、 新運営会社、バスケで、を設立し、後から運営を引き継いだ。その際、日本バスケットボール協会側から協会が設立した、新リーグ NBL 参加を求めて、アプローチをかけられていたが、BJ リーグ残留を選んだ。メインスポンサーは決まらなかったため、ユニフォームに、温泉券を置いたのロゴを掲示する。鈴木大成の3シーズン目。日本人選手は、高田修一。 大城広樹を獲得。外国人は、ジョーンズ3世が残留し、新たに、デボン・ジャイルズらと契約を結んで迎えた、大分県立総合体育館での開幕カード、琉球戦は連敗したが、実設柏原公園での奈良戦でシーズン初勝利。大分銀行ドームで開催する予定であった10月25.26日の奈良戦は開閉式。 屋根付きとはいえ日本プロバスケ史上初めて屋外施設で開かれる公式戦となるはずであったが台風第27号による強風の影響を受ける可能性があるとして試合開催当日に BJ リーグコミッショナーの判断により2試合とも中止となった。なお25日は開催可能と判断した主催者と両チームのヘッドコーチの協議により試合が行われたが エキシビションマッチ扱いとなり公式記録には残らない。リーグが開催中止を正式決定したのは試合開始後だったため、選手は試合終了まで公式戦のつもりで試合をしていた。26日は試合中止となった代わりとしてブースター感謝祭を開催した。この試合の代替は大銀ドームでの開催も含め、この段階では調整中だった。 11月に入って9日の滋賀戦からの連勝を記録し、福岡戦で活躍した高田が週刊 MVP を受賞。借金を返済した上、その後も勝ち星を積み重ね、12月9日に島根に88の65で解消した時点で、ウエスタン2位にまで浮上した。年末に4連敗を喫したが年明け最初のアウェー、京都戦に連勝し、 清水太志志郎が週刊 MVP を獲得。しかし次の試合からは一勝を挟んで6連敗、5連敗と負けが込んだため7位に順位を下げ、シーズン終盤は大阪や高松とプレーオフ圏内の6位を争った。3月21日からの島根戦で後半戦初の連勝を記録。続いて3月30日にアウェーで琉球に勝利。 4月2日3日には10月に中止になったのなら1000の代替試合が組まれ、もともと予定されていた5日6日の試合と合わせて、大分県立総合体育館で、奈良と4連戦を行うこととなった。この連戦でかいの奈良を相手に勝ち星を積み重ねて、プレーオフ争いで優位に立ちたいところであったが、初戦で上げたい師匠のみに止まり、逆にプレーオフが遠のく。 その後も連敗が続き、4月26日の高松戦に敗れた時点でウエスタン8位が決定した。2014から15シーズン、鈴木大成の4シーズン目、外国人選手は全員入れ替え、チーム発足時以来9年ぶりにドラフト会議で指名した、坂東霊王山江群馬の奥本友人を獲得。2シーズン前の主力選手の旗の数や、 タクシナウトと再契約した。ウエスタン7位となり2006から07シーズン以来、8シーズンぶりのプレイオフ出場が決定。プレイオフファーストラウンドでは、アウェーで、ウエスタン2位の琉球を相手に、第1戦を74から67で勝利。第2戦に敗れた後、第3戦も前線したが18から23で敗れて、敗退した。シーズン終盤、運営母体のバスケでが、 経営危機により2014から15シーズンを最後にチームの運営から撤退、愛媛県に設立される新会社へチームを譲渡する方針であることを明らかにした。譲渡後の新チームは2015から16シーズンは暫定的に大分県と愛媛県のダブルフランチャイズ制を取るが BJ リーグと NBL が統合されて発足する新トップリーグジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグが 開始される2016から17シーズン以降、本格的に愛媛県を本拠地とする予定。一方で、バスケでは地域リーグを念頭に新チームを設立する方針を示している。シーズン終了後、在籍したコーチ、選手は高倉助高を除き退団した。2015から16シーズン前日の通り、ダブルフランチャイズ制となり、大分。 愛媛ヒートデビルズにチーム名を変更した。ホームゲーム26試合のうち10試合を、愛媛県内で開催する。運営会社は KBC トータルサービス。指導体制、選手陣容も一新し、監督、ヘッドコーチに、梅田智之、アシスタントコーチに、岡田治が就任。松山市出身の都市の辰彦、都市の吉彦兄弟や友のてるを獲得。その他、 米倉ク行、飯島康夫、岡本・雅宏、原武人・武ケシ天根アマネキ・リョータ、ワパトリック・サイモン、チェファー・レスタップ・スコット、トラビス・デイロ・チョウスキーが加入。8月には、アメリカ合衆国、シアトルで合宿を行った。開幕2戦目の福岡戦でシーズン初勝利したが、次戦より9連敗して会に低迷。1月、成績不振を理由に、 河合隆二を新 HC に昇平し、梅田監督、岡田 AC は退団した。シーズン途中に、翌シーズンからチーム名を、愛媛オレンジバイキングスに変更することが決定したため、最終節は、ヒートデビルズとしての最後のホームゲームをベップワリーナで行う予定であったが、熊本自身の影響で中止となった。順位は、ウエスタン12チーム中10位。 2016から17シーズン愛媛に本拠地を完全移転し、愛媛オレンジバイキングスにチーム名を変更した。運営会社も愛媛スポーツエンターテイメントに変更。ヘッドコーチは毎シーズンに引き続き、河合が務める。前シーズン契約していた、年の兄弟や岡本らと継続契約した上で、新戦力として、中島良氏、笠原太志氏、ジョシュア・クルフォード、 クレイグ・ウィリアムス・ジュニアらと契約。B にリーグ開幕戦は9月24日に、伊予市民体育館で、広島と対戦し、64から108で敗れ、そのまま、開幕4連敗。10月7日に、松山総合コミュニティセンターで開催された開幕5戦目の、鹿児島戦を90の83で制して、B に初勝利を挙げるとそのまま4連勝した。その後は、 西地区上位チームに敗れて黒星が先行していたが東地区のチームとの対戦が始まると勝利が増え1月28日の東京 EX 戦から3月11日の奈良戦まで1敗を挟んで4連勝と8連勝を達成し一時は勝率が5割を超えた最終成績では5割に一歩届かず29勝31敗でウエスタン4位 2017から18シーズン新ヘッドコーチに、リチャード・グレスマンが就任。シーズン開幕前の新加入選手は、前仙台の盾の正州元広島ライトニングの富岡大地、前香川のチェファーレスタップ・スコットと、ミカ・ウィリアムズ、ワシントン州立大学卒のコナークリフォード。開幕直後に前群馬の八代幸ユ郎が加入。初出場した、 天皇杯全日本選手権では5回戦で B1 の3円を破り、6回戦まで進出した。リーグ戦は9月30日の開幕戦で、東京 Z に82から71で勝利。10月14日のホーム開幕の香川戦での勝利を皮切りに7連勝を記録。11月4日には開幕から12戦無敗だった福岡を93の86で破り、 シーズン前半は主位争いに加わった。1月から3月に失速して順位を下げたが、4月は月間6勝3敗と盛り返した。最終結果は33勝27敗の西地区4位。リーグ戦の勝ち越しは愛媛としては初めてで、大分時代を含めても2006から07、シーズン以来11シーズンぶりである。個人成績ではタップスコットが、 得点王を獲得した。2018から19シーズングレスマン体制の2、シーズン目。オフシーズンに、年の兄弟やタップスコット、ウィリアムズ、クリフォードら主力が移籍した。高畑啓介、小原長忠、だ、新外国籍選手3名らが新たにチームに加わった。開幕から4連敗した後巻き返すことはできなかった。終盤にも一勝を挟んで5連敗、7連敗。 4連敗と連敗が続き、前シーズンから勝ち星を大幅に減らし、20勝40敗で、西地区5位となった。シーズン途中の2月に、明城大学の岡田大輝が特別指定選手として入団した。2019から20シーズングレスマン体制の3、シーズン目。オフシーズンにヒートデビルズ時代から在籍していた、岡本が対談。都市の達彦。 タップスコットが2シーズンぶりに復帰した。松井陸、伊州木なり、V、エリマン、クリスブレディ、早井カンタが新加入した。シーズン途中には、西宮に在籍していた、都市の吉彦も2シーズンぶりに復帰した。シーズン序盤は、連勝がなく、会位に甘んじていたが、11月から12月にかけて8、連勝を記録。西地区3位に浮上し、さらに、 プレーオフ自動進出圏内の2位を目指したが、以降は2連勝が最高で、上位には届かなかった。3月27日に、新型コロナウイルス感染拡大により、シーズン打ち切りが決定。24勝23敗で2シーズンぶりに、勝率5割以上を達成。B リーグ発足後最高順位の西地区3位で、シーズンを終えた。個人成績では、タップスコットが、 自身3度目のとなる B2 得点王を獲得。2020から21シーズン新ヘッドコーチに B12 型で地区優勝の実績がある庄司和弘が就任。開幕までにユージーン・フェルプス、ペリー・エリス、ライアン・ステファン、坂田博史坂井陽平、山田智也、大崎翔太、小沢智翔・長谷川武史が新たに入団した。 新型コロナウイルス感染拡大の影響によるステファン以外の外国籍選手の合流遅れと都市の辰彦の開幕直前に故障により開幕から8連敗を喫した外国籍選手合流から数試合後の10月28日の名古屋戦でシーズン初勝利するとその試合から後連勝して再開を脱出した4月2日、商事 HC が過去のパワハラ行為により リーグより3ヶ月間の公式試合に関わる全職務停止処分を受けた。これに伴い高橋哲也アソシエイトコーチが HC 代行として指揮を取ることとなった。シーズン中盤以降、主力の離脱などにより勝ち星を伸ばせず17勝38敗で西地区8チーム中最下位となった。ゲーム差はうちはプレイオフ圏との差をそれぞれ表している。 B リーグ BJ リーグ愛媛オレンジバイキングズアカデミーが県内でバスケットボールスクールを運営している。2018年にユースチームを設立している。一時資料、愛媛スポーツエンターテイメントに関するカテゴリー。ありがとうございます。